専業主婦の FX リアルトレード動画です。1秒スキャル FX を使ってトレードします。この画面は1秒スキャル FX のチャート画面です。マックスジャッジメント、マックスアベレージキャンドル、シングルボリンジャー、マックスライン、サインツールなどが表示されています。このツールを使ってトレードします。2019年12月27日金曜日10時43分です。ポンドドルのチャートを開いています。現在売りのサインが出てシングルボリンジャーにタッチした後です。少しチャートを開くのが遅かったようです。でも直近の最安値をまだ割っていません。この最安値を実体ベースで割り込んだらエントリーしたいと思います。ローソク足が確定しましたので売りでエントリーします。損切り設定をします。12月27日午前中なので同意が乏しい傾向があります。それで利確ポイントはちょっときつめに1対1のところに設定します。下落の勢いが出てきたみたいです。それぞれのポイントに印をつけておきます。勢いが出て利確しました。 9.7 ピプス、1061円の利益です。マックスジャッジメントの観点から見ると現状ではポンドとドルはどちらも弱い通貨です。本来はもっと強い通貨ペアを選ぶべきだったのですが、他の通貨ペアはサインが出た後でエントリーするポイントがどこか分かりませんでした。それでポンドドルは直近の最安値が目安になること、期待ボラティリティが大きいということでエントリーしました。エントリーしてから10分で 9.7 ピプス獲得しました。暮れの忙しい時でも隙間時間を使ってトレードすることができました。1秒スキャル FX を使ってトレードした結果などをブログで公表しています。ご参考にしていただければ嬉しいです。サイトの URL はもっと見るの欄に記載しています。スマートフォンの方は縦に表示して三角をタップすると URL が表示されます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。